紹介の目的として、子どもたちがティムさん親子のようなプロの演奏家と一緒にあの音を弾いたりとか、あと聞いたりとか、なかなかそういう体験ができないので、それを目的として子どもたちにはそういうことを感じてほしいなと思ってやっております。学んでほしいこととしましては、やはり日頃聞くことができないプロの、あの演奏なので、そういった音に子どもたちが感じること、心で感じること、それが一番子どもたちにとって大切だと思うので、それを感じてほしいと思いました。今日の演奏会で、まあ、有名な、まあ、演奏曲とかですか、まあ、チェロを、まあ、2つで、まあ、弾く珍しい、まあ、曲とか、まあ、そういう曲なども、まあ、聴けて、まあ、すごい、まあ、いい体験ができたなと思っています。すごい手の動きが細やかだってことに気づきまして、すごく細やかで、まあ、これはプロにしかできない技だなと思い、まあ、すごく感心しました。あのテレビなどで聴くより生で聴いた方がその音楽の意味やそのなどがよく伝わってきました。はい、すごいなんか最初はとても緊張したんですけど、弾いてるうちになんか楽しくなってきて、あ、やっぱなんかバイオリンっていいなって思いました。改めて1年に1回しかないあのプロの人たちが弾くようなホールで弾かせてもらえることが私はとても嬉しい。全然あの弾き方自体違うので、ビブラートのかけ方だったり弾くあの格好も全然違ったり、なんかすごい迫力をもうちょいしっかり出して音程をとって、ああいうプロになりたいなって思います。